沢良二です。私は二請願第二問、議員による差別発言やヘイトスピーチへの対応を求める請願について、採択に反対の立場から討論を行います。請願文に豊島区議会議員である津沢良二氏は、中京肺炎の検査場所が伏せられている理由は、在日敵国人が検査妨害するから、などをはじめ、外国人に対する差別発言やヘイトスピーチを繰り返し、豊島区議会議員名で、Twitter や動画などのインターネット上で発信されている現状があります。と書かれてあり、これに賛同し、紹介した議員が10名おられます。差別発言やヘイトスピーチを繰り返す津沢とありますが、Twitter 社、YouTube、ニコニコ動画はどれも各社の規定で明確に差別発言やヘイトスピーチの定義を定めており、それを繰り返すアカウントを削除する旨も明記してあります。毎日毎日多くのアカウントがこの規定により削除されています。靴沢がツイッターや動画でヘイトスピーチを繰り返しているとするならば、各社の規定によって靴沢のアカウントは削除されているはずであります。つまり差別発言やヘイトスピーチを繰り返すことは物理的に不可能なのであります。今現在、靴沢のアカウントは健在であり、ツイッター社も YouTube も靴沢が差別発言やヘイトスピーチを繰り返しているとは考えていないと申し上げます。先日、川崎市では、Twitter の2件の投稿がヘイトスピーチではないかということで、元裁判官を含む差別防止対策など審査会がヘイトスピーチであるかどうかを審査いたしましたが、結論が出ず、結論は先送りになりました。Twitter 社と YouTube の規定は、川崎市で審査された基準よりも格段に厳しいものであり、両社はともに靴沢に対して警告やアカウント削除などをしておりません。従いまして、ヘイトスピーチを繰り返す靴沢は、全くの事実無根の誹謗中傷です。陳情者は、靴沢の中京肺炎の検査場所が伏せられている理由は、在日敵国人が検査妨害するからを一方的に差別発言やヘイトスピーチに当たると決めつけていますが、中京肺炎という単語を Google 検索すれば6000万件以上の記事がヒットいたします。世界中に十分周知され使用されている言葉です。さらには米国国務省でも使用されておりました。また在日敵国人とはいわゆるスパイのことを指しております。 Twitter 社や YouTube、 川崎市ヘイトスピーチ禁止条例ではヘイトスピーチの定義を特定の国籍や民族に対してと明確に規定をしており、何人なのか不明な者に対してヘイトスピーチであるとは認定しておりません。在日敵国人という言葉が差別発言やヘイトスピーチとするならば、どこの国籍かどの民族に対するものなのでしょうか。陳情者にお聞きしたいです。現にツイッター社はこの投稿に対して靴沢のアカウント削除や投稿の削除を行っておらず、警告すらなく全く問題にしておりませんでした。ツイッター社や YouTube 以外にも、国では法務省人権擁護委員会、東京都では東京都総務局人権部の東京都五輪憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第14条の規定により設置する審査会が差別発言やヘイトスピーチを審査しています。ですが、私はこれらの機関から何かを指摘されたことは一度もありません。区議会がこれは差別発言である、これはヘイトスピーチである
と認定するのは、国や都の機関と二重基準となるだけではなく、議会の権能を超える越権行為になる恐れがあります。よってヘイトスピーチを繰り返す靴沢は、陳情者と紹介議員の主観による個人の誤った見解であり、靴沢に対する誹謗中傷、名誉毀損であると申し上げます。10名の紹介議員の皆様は、こうした差別発言やヘイトスピーチの定義や認定の実情などを一切知らずに署名されたものと思われます。ヘイトスピーチで少し検索していただければ、容易に以上のような案件を目にすることができます。紹介議員の皆様がぜひ以上の点を顧みていただき、今後の回路について検討されることを求めます。次に、豊島区委員会においての陳情と請願の取り扱いについて述べさせていただきます。政府幹事長会において、陳情の取り扱いに関する申し合わせ事項、令和元年5月17日第4項に、特定の個人団体を誹謗中傷し、その者の名誉を毀損し、または信用を失墜させる恐れがある陳情は委員会に付託しない、すでに公表された事実および社会的に周知された事実に基づくものは除くとあります。しかしながら、議員の紹介がついた請願については、明確な審査事項のルールが存在せず、どんなひどい誹謗中傷、名誉毀損でも、事実に相違がありましても、議員の紹介がつけば請願として受理され、委員会に付託されてしまいます。陳情について紹介してくれる議員さえ確保できれば、特定の個人団体を誹謗中傷、名誉毀損、信用失墜させることに悪用可能であるという運用上の欠陥があります。靴沢良治に対しての誹謗中傷、名誉毀損であるヘイトスピーチを繰り返す靴沢という文言の入った請願を委員会に付託してしまった豊島区議会におけるルール上の欠陥をご指摘申し上げるとともに、早急な是正を求めます。また当該請願は、1、豊島区議会としてあらゆる差別やヘイトスピーチに反対する声明を出すこと、2、豊島区委員会として議会内外で議員による差別発言やヘイトスピーチに当たると思われる発言があったとき、どのような対応をするか示すこと、以上の2点を求めています。1、区委会、豊島区委員会としてあらゆる差別やヘイトスピーチに反対する声明を出すことについてですが、差別やヘイトスピーチであるかを、どこの誰が、どこのどういう組織が認定するのか不明であります。さらには、豊島区委員会であらゆる差別に反対ということになれば、例えば区内のバスの子ども料金やレディースデーといったものまで差別だと声を上げる人が出てこないとも限りません。そうした意見を受け、区内のこういったものまで反対の声明を出すことは、社会に大きな混乱、支障をきたすものであります。2、豊島区委員会として議会内外で議員による差別発言やヘイトスピーチに当たると思われる発言があったとき、どのような対応をするか示すこと、要するに議員の差別発言やヘイトスピーチを議会が何らかの対策をするべきということを請願者は求めています。憲法51条で国会議員の国会内発言については、国会以外で責任を問われない免責特権を保障しています。これは有権者の代弁者である議員としての発言を制限することは、議員の本来的使命を果たせないことから、自由な発言と
自由な議論を担保するための条文です。昭和42年5月24日最高裁で地方議会にこの論理をそっくりそのまま当てはまることはできないがという判決が下りましたが、区議会議員が区民の代弁者である以上その発言を規制することは国会議員同様に議員の本来的使命の妨害となることには変わりなく、議会としては自殺行為であると申し上げます。議会内の議員の発言も対策しろ監督しろという請願は憲法51条に反し、並びに憲法21条表現の自由に反するものと考えます。また差別発言やヘイトスピーチと思われるはどこの誰がどこの同意組織が判断するというのでしょう。まさかこの請願は議員の発言を監視監督するための言論統制機関を創設しろとでも求めているのでしょうか。この請願では議会外での発言にも対策を求めていますので、私たち議員は私的な会合や食事会などの発言も監視監督されることになるのでしょうか。法的にも現実的にも到底実現不可能な要求であります。でさらにですね、私は共産党さんとはあんまり意見がありませんけれども、ヘイトスピーチを繰り返すイブサトル議員を何とかしてほしいなんて陳情が出てきたら、これは何だと調べますよ。本当か嘘なの。そしてすぐに、なんでギブさんのアカウント無事じゃない、じゃあこれは嘘だ、証明できない、そういう結論に達しますけれども、皆さんは調べもせずに普通沢がヘイトスピーチを繰り返している、うんうんその通り、はい署名。皆さんの方がよっぽど普通沢に対して偏見を持ち差別的なんですよ。そんなこともわかるんですかね。以上により議員による差別発言やヘイトスピーチへの対応を求める請願につきましては不採択すべきものと考えます。